晩ご飯はね食べてきました。よいしょ。今日はですね、まあ、勉強と言ったらいいのかな、横内さんの今やってる舞台を、二代目クリスチャンっていう舞台を見てきました。今見てきて帰ってきたところです。刺激になりましたね。そう、勉強してきました。で、姉ちゃんとご飯食べて帰ってきました。楽しかったし面白かったです。すごい話的には、まあ、普段触れない話、舞台の話なんですけど、すごいなんか展開も良くて、なんかそううるってきました。お腹いっぱいだよ。本日もハロウィンのギフト皆さんよろしくお願いしますお願いします。あゆねちゃんとデートっぽい写真も撮ったからちょっと乗っけようかな。いや私結構あゆねちゃん親友レベルまで行くんだよね。これでもこの今回舞台見に行ったんですけど、なんかすごいアットホームな感じでした。席もいっぱいで、すごかった。
熱量がすごかったって言ったらいいのかな。こっちさんの作品本当に刺激があるなって、そうですね、頑張ろうってまた思えたなーって感じですね。あとスカイツリーがめちゃくちゃ綺麗です、今。あとあのなんかね、鬼滅と今コラボしてました、スカイツリー空町かな。なんか動画撮っちゃった、エスカレーターのとこがなんかね鬼滅だったんだよね、びっくりした。めちゃ綺麗だった、でもね、ジョン・マイ・ラブの、演出助手の鈴木梨沙さんって人のブログを見てるとすごい愛があって嬉しくなる。ちょっぴり見てます、いつも。写真撮ったよ、天空への願い、ほら見て。ファンみたいなことしちゃった。となんかエスカレーターのその下の部分がこうなってたの、すごくない？撮っちゃった。あ、写真撮ったらピンボケしてるな全部。すごかった。
ちょっとツイッター書くね。スカイツリーのいい感じがブレてんな全部。あやねちゃんばっか投稿してんな。載せました。え、スカイツリーもでもなんか煉獄さんカラーになってた。緑は見てないけど黄色とかオレンジとかになってましたよ。びっくり。ちょっと疲れてる。疲れてないって言ったらそうだけど、疲れてるかもしれない。なんでそんな分かる？支払い物が届いたよ。払わないといけないね。わかんない。でも鬼滅のカラーにいろいろ光るのかなかなと思った。違う、4水道とガスだ。4届いたの水道とガスだ。4 水道とガスだ。4付け払いはまだ、付け払いはまだ12月だもん。でも持ってかないとね、愛媛に。見習った方がいいかもね。愛媛ってやばい、払い忘れたっていうの怖いから。漫画はね、今日から読み始めようと思ってます。鬼滅なくなった。ツイッター載っけたので見てください。長期出張だ。そうだね、そんな感じか。今見えた、私がちょっと揺れてるのかって。ちょ、無意識。え、揺れてる揺れてる。めっちゃ無意識に揺れてるんだけど、怖っ。一気見タイプなんだよね。でも23巻くらいだっけ、一気見って結構しんどそう。897日800。今日地震あったんだよね朝。寝てて気づかなかった。本当？結構揺れたよ。
撮れたかな。そうでも漫画読みたいんだけど、やること今ありすぎて結構。そうでもあるからには読みたいよね。ありがとう、お菓子いっぱい。ポンくらいポイントどんくらいいったんだろう。うん、ちょっと後回し禁止にしたいね今からは。本当だ、でも達成済みの人いっぱいいるね。みんな早くない？4万くらいだった略してポンくらいさやばい、なんか滑舌というのか短縮しすぎてる最近。やばい、あと10分で終わっちゃう。ちょっとインスタライブしようかな、怒られちゃうかなしようかな、ちょっとだけ。まあ、ちょっと寂しがり屋の時期これ10分間だけしようかな、10分間、絶対10分で終わる約束。ねえ、毎日かまってほしい、みんなにもっと夜中かまってほしいんだよね。インスタライブ怒られるんだよね、一応ダメなんだはず、分かっててやんのよくないか。ちょっとだけやるわ。明日はどうしようかな。明日も昼にちょっと目かしして夜にしようかなって思ってる。明日は親友ちゃんに会います。うん、怒られる気がする。バレなきゃ。プレゼントをあげる。でもあの一緒に選びに行く、もう分かんないから何が欲しいか。そう、しんちゃん今日誕生日なのでお祝いしてあげて。ディズニー行ってたね。サンプル買うんだけど、うん、一緒に選びに行くさ。一緒に選びに行きます。みんなおめでとう送ってあげてね。ここで言ってもあれだけど、いやもうね、もしかしたらこっち泊まりに来るみたいになってたんだけど、大丈夫っぽかった。久しぶりに会うかも。カウントダウン配信してたよね。あれもとか言ってた。マリアが昨日ショールームしてた人だ。あんまり見てないかな。見てた人は分かると思うんですけど、あの子も私と同級生です。映ってた？友達です。同級生。中学の。実は
と思っております。いや、すごい、マリアが同級生の話してたわけよ。そのマリアと一緒に配信してた子も私の同級生ですよっていう。そう、21位になっちゃった。マリア大人だね。いいな、ディズニー行きたかったな。じきに21歳になっちゃう？やだよやだよ。村木先生の話出てたっけ。村木先生って誰？中学校の時？村木先生？それ小学校じゃね？マリアの小学校じゃない？村木先生なんて私多分中学校の時いなかった。人は年を取るのよって。そうだよね、年取るよね。悲しい。じゃあちょっと12時から10分15分だけインスタライブします。残られませんように。目も悪くなってくる。やだ、私ずっと視力 A がいい視力 A 2.0 がいいな。でもカラコン買いたいんだよね。カラコンがもう本当になくて。センター分けどうですか？あり？インスタライブもさ、頻繁にやらなくなったよね。その視力は老眼のせい。やだやだやだ。ああ、今回長さがいいのかな。でもこういうの気にならん？ここにあるの気になる。私あ、こっちがってことか。こっちの長さのセンター毛がいいってこと。ここじゃないよね、こっちの長さってことか。確かに。でもあんまりしてなかったよね、センター毛この長さで。してなかった。富岡義勇さんです。本日の義勇、本日の義勇。でも昨日はマネージャーさんの義勇だったから。マネージャーさんの義勇って何って感じだけど。じゃあちょっとランキング見ますね先に。13位チューシーアットマークひのちゃんさん、12位クロキアットマークリイベント中はリランチさん、11位ライさん、ゆうなすきライスミーさん、10位まぼろしさん、9位ゆうなのあゆかっぽうかっこあいかぶ新入社員さん、8位ゆうきさん、7位新血アットマークなたりのんさん、6位 TK トンからアットマークタイのなたりのんさん、4位マイキアットマーク今日も超かわいい一日お疲れ明日も頑張ろうさん、3位アギさん、2位13、1位がプラットマークナトリドンさんです。ありがとうございました。ありがとう、見てくれてありがとうございました。明日はお昼くらいに目開心しますね。ごめんね、なんか毎日目開心ばっかりしてて。夜もしたいなと思ってるので夜も待っててください。
ではとりあえずインスタライブするので iPad でやろうかな、インスタライブ、うん、iPad でやるので、よかったら見に来てください。 iPad でやるのでってまあ関係ないと思いますが、見に来てください。うん、それではまだ2分くらいあるかな、いっぱいお話しましょうインスタライブで。そんな話せないかもしれないけど、バイバーイ、おやすみなさい。寝る方はおやすみなさい。寝ないかなみんな、バイバーイ、バイチャ。Baby. Baby, baby.長い。長いぞ。